どうもー、世界数少ない100億人のカラコンの皆さん、おはようございます。ハレオン西です。はい、1月16日の朝でございます。朝です。はい、昨日はね、15万以上ね、勝ちましたんでね。勝ったね、よかったね。よかった。うん、はい、ただそれでもね、今月ったらマイナスまだ7万弱ぐらい、うん、ですね。はい、東京で打てるのも16、17、18しかないので、あー、プラスにしていきたいですね。だね。はい。うん。次、名古屋。もうホテルも取りましたか？いや。あ、取った。はい。君に言われるのを送ったまま。あ、僕が取ればいいですね。はい。ホテルも2週間取ります。はい。19から名古屋行きますので。はい。はい。なんか美味しいところとかいろいろ教えてください。はい。待っててください。はい。待ってる名古屋！オッケー。行ってきます。行ってきます。春日みたいな、ちょっと。自分次第でどこにでも行ける、宇宙を突き抜けてどこまでも、僕は笑うこの笑顔で世界を変えてゆくんだ、走れ笑え。どうもー。はい、今日の結果発表していきます。ます。はい、今日はね、まあ、特定日で結構ね、いろんな台を開けてたんですよね。開けてましたね。うんうん、はい。で、まあ本当は有力な候補としては海の 3R2 だっけ、ジャパンじゃなかったっけ、なんとかジャパン、あ、違うか、違う、僕らが狙ってた台です。あ、狙ってた台、はい、はいはいはい、狙ってたんですけど、そこは全然開いてなかったんで、うん、まあ開いてたのがAKB の123と、うん、海と、海3やつは入ってないですけど、大海と、うん、ジャパン2と、うん、ケージと、うん、無双、うん、とエヴァが入ってましたね。あ、北斗エイトも、あ、北斗エイトも、まあ、そうですね、開けると思います。はいはいはい、うん、で、まあね、僕たちはまあ当然エヴァを狙ったんですけど、だな、はい、うん、で、今日は隣同士と言ったら動きじゃないんでね。うん。うん。僕の台が、まあ、21.5。うん。で、出玉削りが全くなかったのはすごい良かったですね。うん。そしたらもう時給1300ぴったりだな。ぐらいか。うん。はい。ひねりも決まった？ひねりもまあ、そうですね。65% ぐらいは。ああ、じゃあ。65% っていうか、まあ、60ラウンドで平均 6.5 ぐらいは。うん。はいはい。うん。あ、じゃあ全然取れてますね、時給。うん、うん、西村さんが 23.5 ぐらいで、うん、ただね、まあなんかバレーの調子は良くなくて、まあ僕はその時打ってたんですけど、そのあと西村が帰ったら打ったんですけど、うん、バレーの調子は良くなくてね。そうね、うん、あれなんなの、故障とか意図的じゃないよね、多分ね。うん、まあね、結構ね、長くやあるとバレーがおかしくなってくるのはしょうがないですよ。そうだね、うん、信頼だからね。うん、もうここに入るとちょっと、まあ、まあでもね、めちゃくちゃ悪いタクじゃないですよ、やっぱね、もっと悪い台はめちゃくちゃ悪くなったりするんですよ、劣化すると、うん、ちょっと悪いなっていう感じで、うん、うん、そうだね、結構球がね、左に行っちゃったりとかしてね、うん、おうおうって感じで、うん、ちょっとひねりが決まりづらかったですね。うん、超うざかったあれ。はい、うん、まあでもなんとか5割って感じだったかな。ああ、いいっすね、うん、うん、最終的にはね、うんうん、うん、はい、って感じかな。で、削りはでもパーセントで言えば多分 2.5% ぐらい、多分時短走り切って、はい、まあ、25か30ぐらい減るかなって。ああ、ちょっと減りましたね。うん、だ 5% までいかないけど、うんうん、そんなにだったね。うん、なるほど。今日結構初当たりたくさん取ってましたけども、多分300全然ハマらず、今日もね、ポン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 当たってましたね、うん、ポッコポコいったね、ポッコポコいった、時短中に引き戻しもしたしさ、はいはいはい、うん、軽いなと思って、うん、とても気持ちよかったです。今日最初はどれだったりでしたか。最初、うん、最初は何だったっけ。俺が覚えてると思ったら大間違いだけども、うん、最初8人ぐらいしましたね、1年ね、8人ぐらいしたね、うん、まあ、まあなんかで、ね、当たってね、2回目の時かな、うん、あ、それがそうだ、単発いたの確か、あ、違う、格言引いて、うん、単発になって、あ、終わったなと思ったら、うん、その時短中に
暴走を引いたんだ。おお。でその暴走が何回でハマったか忘れたんだけど、あ、めっちゃハマっちゃいましたね。200近くハマってましたね。あ、そんなハマってた。うん、全然見てなかったんだよ、これ、うん、であれ結局あれで1回の暴走で6000発ぐらい取って すごいですねこんな続くんだと思って。200で6000も取れるか。まあいいや、でも相当取ったよ、うん、画像で6200何発だった。へえ、うん、ひねりも相当決まったし。暴走中のひねりですか。うん、そうそうそう。あ、にゃんこごっこってポコポコ入ってたから、はいはいはい、まあ、その影響もあるかもしれないね。うん、素晴らしい、うん、非常に良かった。そっちのひねりをねしすぎてね、なんかね豆ができますねこの部分豆ができますわ。はいはい、分かる。もうそっちのボスしょっちゅうやってる分かる。これもちょっと検証になるもんね。うん、なんだ、俺は最近打ち方変えたからさ。もう明らかに変わってますね。うん、でも超静かになってる。多分。え、なんかでもなんか何だった？なんかすごいあれですね。やりづらくないですか？あの西村さんのやってる方、あれなの？ここで固定してるんですか？そう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 。ここで固定して、もう位置を止めてそこに戻してくるって感じなんですか？そう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 。ああ、大体もう左にこぼれないぐらいのところで調整して、はい、てそうエヴァだったらまあ、はいはいはい、7、8ぐらい決まった時に、うん、8、9ぐらいのところでこう、まあ小指で押さえてたハンドルを離して、うん、ハンドルここで止まって、うん、で、まあ、ちょびっとずつこうちょっとずつこう調整して、はい、でこれでこうやって固めてまた打つ。ああ、そういうタイプの人いますね。うん、僕はそういうタイプじゃないんで、ちょっとそれ本当にいいのかなってなんか思いつつではいるんですけど、うん、まあこれ最大のメリットはあるんですよ、これ。ほう。例えばさ、今日みたいなバネが悪い時とかね、うん、左に行っちゃうわけだよね、うん、決めようと思ったその10発目11発目、はい、まあ特に 10発目、うんうん、でまあ球が射出するスピードって結構速いじゃん、人間の反応速度でも速かったりするじゃない、うんうん、ピョッて行っちゃったりするじゃん、うん、それもこう行っちゃったなと思った瞬間に止めれた場合、うん、10発目を打てる状態であれば、この久しぶりのところにすぐまたピュッと戻せるから、うん、復活できるんだよね、そこ。なるほどね、うん、これが一番大きいなと思って、うん、個人的にはね、はいはいはい、うん、でこっちに変えた。あ、いいっすね、うんうん、ちなみに時短中の暴走は、シンクロから行ったんですか、それとも135が止まったんですか。いや、なんでそこまで聞くんだ。いやいやいや、なんでだよ。あ、好きなの。なんですよ。あ、そういうこと。単純にね。あ、135でした。あ、135に止まった子、あ、そう、135だったんだけど、はい、135なる前に、初号機がね、あいつが目がピカーンって光って、緑色の。あ、で、うおーって言うのかなと思ったら、うん、シャキーンだけ言って、はい、ずがらがストストストって止まって、はい、当たった。なるほど。吠えねえパターンあんだと思って。ありますあります。もう吠えなくても光るだけでも80パーとか確かって気がしますね。あ、そうなんだ。うん、知らん。135もね、もう急にもう普段のリーチの長さ のスピードで止まる時もあるし、うん、なんか変動が長いなって言って、うん、これなんか来んじゃないかと思って135が止まる時もあるしね。あ、いや面白いな好きだね君で俺結構演出好きだけどそこまで興味ねえんだよな。いや、お、当たった楽しいそんな感じだから。はい、まあね、うん、今日、まあ、結構初だったら多分合計何回も、まあ西村さんはね7時ぐらいまで打ってるんですけど、うん、だからその間に7回ぐらい打ってますよね。そうだね、7か6取ってるね。はいはい、うん、8時間で多分取ってる、うん、その間に、うん、まあ、僕は今日初当たりね、自分の代で7時まで3回しか取れなかったんですけど、しかも全部2連チャン、うん、ひげえな、うん、線ハマってたでしょ、1回ハマりましたね、うんうん、インパクトストームがね、インパクトストームにして打ってるんですけど、うん、すぐ風が来て止めれるようにね、うん、2回来たのかな、ハザード3回中ね、うん、西村さん、7、6回中何回来ました。ね、何回来たかな、1回だけ来なかった。
あと全部来た。そんなに来てるんだ。うん。だからもうね、アニメ見てて、はい、打ってみた。アニメ見てて。見てましたね。何言ってるんですか。今日はソードアートオンラインです。あ、そうですか。このアニメはすごい長編なんですけど。あ、もう済みです。よかった。はい、はい、そういう、何の話しようと。いや、インパクトストームの。ああ、うんうん、そうね、インパクトストーム。インパクトストームの何の話しようと。僕も忘れちゃいました。まあ、いっぱい、とにかくいっぱい来ました。まあ、アニメ見てて、インパクトストーム来て、カメラ構えてっていう、そんな日でしたね。変動開始に来るのと、うん、なんか熱い予告があった時に、うん、おってなってくるのがありますよね。ある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 。今日あった、そのパターン。あの、遅いパターンあった。あ、普通に、まあ、リーチになりました、うん、で、あの、碇ゲンドが来て、うんうんうん、君ならやれんのかねみたいなシーンあるじゃん、うんうんうん、そのためのネルフですみたいな、はいはいはい、あの時に来たんだね、カズね。結構遅めに来るなと思って。なるほど。焦って止めた。まあ、でも僕の傾向だと、これもまだわかんないですけど、寒いリーチほど早めに来る。変動開始同時に。シリアスステップアップとか、ストーリー紹介リーチとかは変動開始時に来て、次回予告とか、金の、あの、ステップ、リラックスとかは、あの、今ってちなみにリラックスって言い方すんのかな？今、雑誌でもリラックスだった。あ、じゃあリラックスって言い方でいいのか。うん、はちょっとワンテンポ遅れるじゃないかなっていう気がするんですけど、たまたまなのかな。まあ、そう言われればそんな気はするけど、うん、まあ、熱い演出で言うんだったら次回予告とかね、うん、あれはもうなんか同時に来るじゃん。え、そう、もう俺もうほぼ同時に来る。次回予告、次回予告、僕は予告の後におおおって見て来るけどな。マジで、はい、今日次回予告引いたけどもう同時だったよ。もうデーンデーンデーンブシャーンみたいな感じだから、おーおー当たったみたいな、涙だけど当たったと思って。そこよく困ったんですね。あった、いいですね、うん、楽しいんだよ今日は。いや、てかもうね、インパクトストームしてるんですけど気づかないですよ。結構気づかなくて、うん、まあ、そもそもなっちゃうんですけど、うん、熱い演出して、だからもしかしたら変動開始同時に来てるのかもしれないですね。可能性ある。風邪来てないの。あ、無理だなと思って、うん、もう手を押さえに行ったら、お、来てるじゃん、来てるじゃんってなって。当たってる当たってる。当たってる当たってる。ちょっと、ねえ、強楽とかはさ、うん、もうすぐわかるじゃないですか、うん。ハンドルに来て。あれ多分特権買ってんでしょうね。出せないんですよね。はい、他の、あの、アリアの騎士とかは顔に来たりとかして、まあ、まだわかるんですけど。はい、やっぱ分かりづらい、正直。まあ、言われてるやん、うん、うん。確かにね。冬で結構さ、厚着着てるしさ。うん。うん、僕、明日からも裸で打ちますわ。風感じたいんで、ちょっと。そうね。うん。ちょっと風感じたいんで、ちょっとすいません。ちょっと早く止めにしちゃってくれんで。TM みたいになっちゃうけど。来た時、毎回 TM やってる。ホワイトプレスみたいな。そう、毎回。来た。じゃあ店員も許してくれるかもしれない。あの人はエンターテイナーだっつって。芸人さんらしいです。うんうん、サムネはエヴァ打つときは裸で打ってみしましょう。はい。今から一枚でね。たまらん。いやー、はい。うん。って感じでございますね。そんな感じですね。なんか争っとったけど、もう忘れちゃいましたわ。エヴァが楽しすぎた。はい。うん、明日は明日も多分どうなんですか、エヴァ。まあ、エヴァか。まあ、エヴァ、あ、そうか、エヴァか。エヴァと、あと、巻いた窓かマギか。これはお店行くか。お店、はい、うん。ですかね。うん。はい。だね。こんな感じです。はい。で、今日の収支言ってなかったですか。あ、そう。4万ちょいぐらいだったかな。でしたね。うん。はい。今日も勝ちです。勝ったですね。うん、昨日も今日合わせたのね。20万ぐらいになったんだよね。うん、うん、やっと上げてきましたね。上げてきたよ。プラマイゼロ見えてきたよ。うん、いや、もっとプラマイゼロどころ、もっと上を目指してきましたね。そうだな、うん、60万いかねえかな、60万、うん、生活できないからね。はい、うん、です。はい、はい、じゃあまた明日。
はい、また明日。はい、じゃあバイバイ。バイバイ。